いや、海の街で食べるアジフライは最高だな。随分メニューが限定的だな。潮風と景色も最高よね。おいおい、競馬関連のチャンネルらしくない導入だな。ねえ、マリサ、ウミネコとカモメの違いを知ってる？ああ、知ってるぞ。カモメは頭は黒、尻尾は白、くちばしは赤、ウミネコは頭が白、尻尾は黒、くちばしは赤、黒、木の三色だ。こいつ、ガチ勢かよ。う。ならねえばシーバードの話をしよう。わお。シーバード、一言で言うと、20世紀のフランス最強馬と呼び声高い一頭ね。なんだと。20世紀の世界最強馬に挙げる声もあるくらいだよ。これは長くなるやつか？つまみ買ってくるわ。行ってらっしゃい。シーバードは1962年、フランスのノートルダムドリスル牧場で生まれました。血統は父がネイティブダンサーを父に持つダンキューピッド。フランスダービー2着、モル2勝3着と G1 は未勝利ね。母は未勝利馬のシカラードね。曾祖母は1000ギニーの勝ち馬を送り出しているわ。母のシカラードはシーバードが活躍する前に食用肉として売却されたわ。このようにそこまで溶血ではないシーバード。馬主のテルニンクさんはカモメを意味するシーバードと名付けたわ。ただいま。お帰り。テルニンクさんは敬虔なカトリック教徒で、持ち馬にサンクタス、スタクオといった聖書由来の馬名をつけることもあったわ。サンクタスってビクタスの父だっけか？サッカーボーイのおじいさんね。しかしカモメとはシンプルだな。聖書由来じゃないし正直そこまで期待されていなかったと思われる。シーバード自体は金星の取れた馬体が魅力だったけれど、体質は弱くデビューは2歳秋になったわ。冬開催はないからギリギリまで待ったんだろうね。いよいよ迎えたデビュー戦は花差で辛くも勝利するわ。おいおいこれが最強馬か？続く2戦目。まあまあそろそろ圧勝してくれるんだろ？わかってるぜ。これまた花差での勝利だったわ。本当に最強馬なのか？まあ相手は後のオークス馬だったんだけどね。宣言撤回。続く3戦目はフランス2歳の最強馬決定戦のグランクリテリウムね。わお。ここは同級者のグレードーンに敗れたわ。グレードーンは守護馬として活躍した馬だったわね。ダビスタの血統欄で見たことがあるな。今回のシーバードの騎手はラローン騎手が乗っていたけど、仕掛けがかなり遅れて捉えられなかったわ。勝ったグレードーンはシーバードの背中を知るグレノン騎手が乗っていたわね。力量がわかってたのかな。シーバードの鞍上はこの次走からグレノン騎手が任されたわ。悪い、アーチャーとかピボットとかしか知らんわ。グレノン騎手はオーストラリア出身ね。メルボルンカップも勝った中堅騎手で1年発起してヨーロッパに拠点を移したんだよ。そこでアイルランドのオブライエン調教師に認められて、大レースでも抜擢されるようになったよ。1年発起が実ったな。グレノンは苦労人なんだな。そこに目をつけたのがフランスのポレ調教師。名調教師のお眼鏡にかなったわけか。とりあえずシーバードの2歳時の成績は3戦2勝か。そして3歳時、ここからシーバードの快進撃が始まるよ。ごくり、はぁ、飲んでんじゃないよ。まずは初戦の4月頭のグレヒュール賞。馬なりのままに馬身差で圧勝したわ。馬なりと流行るな。この時点でシーバードの強さはイギリスにも届いていたそうだよ。そして勢いそのままにユパン賞に出走したわね。最近は聞かないレースだな。そうね、フランス最古のクラシックレースだったけど、フランスダービーが距離短縮されて廃止されたわ。日本じゃ考えられんな。このレースは連勝中のダイアトム、フランス版皐月賞の2000ギニーを勝ったカンブルモンが立ちはだかったわ。と言ってもこの時点でシーバードはイギリスダービーの大本命になっていて、このレースも圧倒的な支持を集めたわ。結果モノウステッキで6馬身差の落勝。これはやばいな。語彙力崩壊してるわよ。これで大手を振って目指すはイギリスダービーとなったわけ。ドーバー海峡横断部よろしくイギリスに乗り込むわけだな。売りなりかよ。そして迎えたイギリスダービー。相手はアイルランドのメドウコートね。人気薄で2000ギニーを制してここに挑んできたわ。なんだ、相手弱いだけじゃないか？そうね、20番枠からスタートしたシーバードは、前にメドウコートを置いてレースを進めたわ。そして直線、馬場の真ん中を抜けてくる一頭の馬。まさかダークホースが？いや、シーバードだったわ。ですよねー。残り200では4馬身差の楽勝ムード。しかしその後は楽をするように追うのをやめたわ。これはもしかして？しかし2馬身差、メドウコートが差を詰めたところがゴール。文字通り、弱歳以上の圧勝だったわね。メドウコートもナメプでやられるとは思わなかっただろうな。でもこのレースのレベルは疑問符がつくぜ。そうね、メドウコートはこの後キングジョージとアイチャンピオンステークスに出走したわ。ふむふむ。結果は快勝だったわ。え？そう、シーバードがひねったメドウコートは、小馬の一流どころを相手に勝利を収めたわ。つまりシーバードは化け物だと。そういうことね。そしてフランスに凱旋したシーバード。フランスでの復帰戦、サンクルー大賞も難なく制したわ。この勢いはどうしようもありませんな。そして迎えた65年の凱旋門賞。打倒シーバードに向けて世界各国から優秀が集ったわ。紹介よろしく。
ほいさっさ、アメリカの名馬とムロルフ、米国三冠はプリークネスステークスを勝利、ケンタッキーダービー、ベルモントステークスでも上位争いをしています。前走夏のアメリカンダービーを制した米国最強の3歳馬、鞍上はアメリカの至宝、ウィリーシューメーカー。課題は芝が初めてというところでしょうか。続いては地元フランスのレリアンス。このレース最大の惑星はこの馬、フランスダービー、パリ大賞、ロワイヤルオーク賞を連勝中。サンマルタン騎手は落馬賞も、レース前にバカンスを取っていて、ここに照準を絞ってきています。英気を養ったんだな。この馬もシーバードと同じ3歳です。続いてはイタリアのマルコ・ビスコンチ。世界各国で走っているイタリアの古豪、レース経験の豊富さでどこまで勝負できるか注目です。大国ソビエトの三冠馬がこの馬。ソビエトが誇る溶血馬二輪、この馬も世界各地を転戦しています。後にドイツのオイロパ賞を3連覇など欧州でもおなじみの一頭です。アイルランドのメドウコート。雪辱に燃えるアイルランドのメドウコート。イギリスダービーはシーバードの2着、その後アイルランドダービー、キングジョージを制してこの凱旋門へ。このレースがラストラン、陣営の本気度が伺えます。続いてはフランスのダイアトム。シーバードの強さを知る一頭、2着が大きく歯がゆい競馬が続くも、前走勝利の勢いそのままにリベンジなるか注目です。そして主役の登場、シーバード。3歳シーズンは無敗でここまで来たイギリスダービー馬、ここも圧倒的な人気で挑みます。シーバードもこのレースがラストランです。まさしく世紀の一戦という感じですね。ゴー、霊夢さん。世界のゴーダさんになっちゃってたわ。スタートしました。あ、そういう感じなんですね。どんな展開ですか、霊夢さん。マルコ・ビスコンチ、レリアンス、アミリンが先行、トムロルフ、シーバードがその後方から進めています。後方にはメドウコート、虎視眈々と狙っています。ちょっと興奮してきたな。まだ早いわ。そういえばロンシャンといえば偽りの直線、ホルスストレートだよな。そうね、そこで、動けば負けると言われているよ。さあ各馬はホルスストレートへ。マルコ・ビスコンテはちょっと苦しくなった。これは手応えが楽か。ソビエト三冠馬のアニリンだ。そしてその後方、シーバードが楽に上がっていく。早いんじゃないのか。それに続くはトムロルフ、レリアンス、メドウコート。確かにシーバードが動けば動かざるを得ない。最後の直線、アニリンが懸命に頑張っているが、悠々とかわしたのが一頭。あれはシーバードがかわした。ぐんぐん突き放していく。なんだこの馬は。しかし後方から一頭上がってきている。レリアンスだ。フランスダービー馬だ。アメリカのトムロルフはちょっと苦しいか。レリアンスの抵抗むなしく、シーバードは独走。強い、強すぎる。グレノン騎手はもう追っていません。6馬身差、悠々とゴールイン。フランスの至宝シーバードここにありか。2着にレリアンス、3着にダイアトムが入ったわ。フランス勢が上位独占か。苦しい展開になったアニリンは5着、アメリカのトムロルフは6着だったわね。そしてシーバードはラストランを飾ったわね。しかし、すごいのはここから。何？シーバードが任した馬たちの話ね。まずはソビエトのアニリン、ドイツの大レース、オイロパ賞を3連覇、ふむ。3着のダイアトムはアメリカの大レース、ワシントン DC 国際で勝利。そしてシーバード、英国のタイムフォーム社のレーティングが145と発表されたわ。ブリガディア・ジェラード、ジューダーミンストレルの144を超えたんだな。日本馬だとエルコンドルパサーの136が最高ね。シーバードの145はフランケルが抜くまで保持された記録ね。古い馬が高いと言われがちなレーティングだが、シーバードの評価はさすがの一言だな。そしてシーバードは引退。当然3区にも期待がかかります。そりゃそうだわな。しかし G1 馬はそこまでいないんだ。守護馬としてはあまりに期待が大きすぎたけど、とある一頭の名品を輩出したわね。その名もアレフランス。今でこそ牝馬の凱旋門賞勝利は珍しくないけど、アレフランスは凱旋門賞を制したわ。親子制覇になるんだな。そうね、アレフランスにはライバルがいて、キングジョージを制したダリアという馬がいるわ。こちらも牝馬ね。この時代は牝馬が強かったんだな。いつかアレフランスとダリアの話もしたいわね。そしてシーバードは11歳で超閉塞で亡くなったわね。後継守護馬にもいよいよ恵まれなかったけど、その強さは今も語り継がれているわね。勉強になりました。というわけで今回はシーバードのご紹介でした。チョイスが渋くないか。1回目は月の一番だったし、単に動画として載せたい馬をピックアップしてるだけだよ。しかしゲーム動画キャプチャの合間に動画を作ったけどしんどいな。頼むから再生されてくれ。次回のテーマは何にしようかな。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。